横浜 E ライナー横浜資源保存館にて E ライナーは遠州鉄道が運行する都市間高速バスを総称した愛称である。正式名称は遠鉄高速バス E ライナー。E ライナーの愛称は行き先、路線、系統に関係なく遠鉄の運行する高速バス全般に使用される。エリナーとも表記されることがあるが、正式には E ライナーである。ちなみに、 炎鉄が運行する空港リムジンバスには空港直行バス E ウィングの愛称が与えられている。愛称は炎鉄の運行する定期路線であることが由来である。また、綴り字の L と R が大文字表記になっているのはそれぞれを左右の頭文字に見立て各地へのアクセスを形容しているからである。路線ごとに渋谷、新宿 E ライナーなど E ライナーという形で愛称が付けられているほか、E ライナー1000とも呼称される。なお、E ライナーを名乗るのは、炎鉄の運行便のみであり、他社運行便は別の愛称が付く。このため共同運行する、会社同士で愛称が一致しない。なお、炎鉄では、片道利用可能な都市間、ツアーバス事業として2000年代後半にちょこっと、お出かけ便を、 2010年代初期に観光都市方面にへ、結ぶ縁鉄直行バスを運行していたが、いずれもすでに廃止されている。こちらの詳細は、縁鉄観光を参照。路線名は、浜松横浜線である。横浜 E ライナーの愛称も使用される。運行経路、編集に系統存在する。外設、編集、編集鉄道の長距離都市間、高速バスとしては、初の路線である。 単独運行であるが、横浜側での車両、乗務員の休憩は、横浜市交通局の滝頭営業所を使用している。運行開始当初は、中高便のみの運行であった。3便103便は、夜行便であるが、2014年12月11日までは、中高、夜行にかかわらず運賃は、同一となっている。なお、この時は、夜行便である3便は始発である。 浜松駅を日付が変わってからの出発であるため夜行バスで一般的な到着日の前日扱いでの予約ではなく予約の際の出発日は到着日と同じ日となる一方逆方向の103便は日付が変わる前に山下公園前を出発するため到着日の前日が運行日扱いとなるその後2014年12月12日にダイヤと運賃を改定 片道普通運賃はカレンダー運賃制を導入し、繁忙日などを中心に夜行便と中行便で若干の運賃差が生じるようになった。また、浜松駅業の始発を山下公園前に停車しなくなるた横浜方面行きは浜松駅発時刻が日付を変わる前となり、双方向とも到着日の前日が運行日扱いとなる。なお、 103便に関しては12月12日は運行せず12月13日からの毎日運行となる。なお、その後12月に入る夜行便が同日より、京浜急行バスの品川バスターミナルまで延伸することが発表された。2015年7月には夜行便が従来横浜経由品川だったものを品川経由横浜に変更し、浜松到着も朝に変更されている。 さらに、同10月からは、夜行便も、浜松行きに、限り再び、山下公園前発となった。その一方で、同11月には12月から特定日のみ、運行の夜行増便を発表。特定日のみではあるが久々に、浜松深夜到着の便が設定された。車内では、ブランケットのサービスを実施している。おしぼりがサービスされていた時期もあった。当初、 トイレなし車両で運行していたが、2010年8月のお盆期間に貸し切り用の化粧室付費のセレガプレミアムロイヤル車両を使用して試験運行の後、同年秋に各社にトイレ設置改造を施した。乗車時に40ポイントのポイント券が配布され、窓口で円鉄カードの円鉄ポイントへ交換できる。また、このポイント券を提示することで、提携施設にて、 各種優待が受けられる。e ウィング同様、円鉄カードを直接利用することはできない。なお、運行開始当初は配布されていなかったほか、e ライナーの他路線では配布されていない。また、車内中ほどの4席は2014年7月31日まで、女性優先シートとなっていたが、こちらも当初は設置されておらず、女性専用シートとしての試験期間を経て設置された。 通常運賃以外に、学割回数券が販売されている。また、各種企画切符も存在する。運行会社演習鉄道を2013年6月までは、浜松東営業所だった。詳細は、新宿渋谷浜松線を参照2020年11月30日まで運行していた、西日本 JR バス担当分についても解説する。運行経路。 編集使用車両、編集どちらもトイレ付け温列シート車で運行、車内禁煙。煙鉄担当便については車両の節も参照。なお大阪イ、e、ライナーではエアロエースが優先的に充当されており、この車両は全席コンセント付けのワイドシートであるほか、各座席にクッションが用意されている。なおエアロエースの772号車が導入される前は、 エアロバスの516号車が使用されていた。大掃除はこの限りではない。西日本 JR バス担当便は、他路線と共通のエアロバス、セレガなどを使用していた。外説、編集2011年運行開始、座席指定制。西日本 JR バスでは、浜松エクスプレス、大阪号として案内する。当初は USJ へは乗り入れていなかった。 中高便に往復運行で、学割り運賃が設定されている他に、早期購入割引として、早売りが設定されている。往復運賃の設定はない。運賃が同じであるため、続行便などで、大阪駅までの乗車券しか購入できない場合は、当該乗車券で USJ まで乗車可能となる。浜松祭りによる、交通規制の際には、山浜へ、ホテルコンコルド、 浜松前は利用できない。その他、蔡事等により迂回運転する場合がある。2013年台風18号の際などは、迂回のため京都深草で上行できない事例も発生した。2020年12月1日から、西日本 JR バス便が運行を休止し、一往復へ減便した上で、円鉄便のみの運行となる。 運行会社2013年6月まで、円鉄便は浜松東営業所だった。過去の運行会社2020年11月30日、出発便をもって運行を休止した。浜松発1号と大阪発4号を、円州鉄道が、浜松発3号と大阪発2号を、西日本 JR バスが担当していたが、2020年12月1日より、 西日本 JR バスが運行を休止したため、大阪発4号を2号に変更。3号は、三日日インターチェンジにて一度高速道路を降り、JR バス、関東三賀日営業所にて乗務員交代を行っていた。三菱不走制は、エアロバスとエアロエース、いすず自動車制はガーラを使用する。2012年頃までは、基本的に路線と車両が固定されていたが、 現在は一部を除き車両と路線が固定されることなく、柔軟に運用されている。座席は原則として、エアロバスが補助席付き4列シート40席、それ以外が補助席なし4列シート38席、または40席。このほか、フットレストが装備されている。当初は車内にトイレは設置されていなかったが、2010年11月中旬頃までに各社とも、 車内左後方にトイレが設置された。運行開始当初は貸切車などから E ライナー仕様に改造したエアロバスで対応。コンセントは初期の改造車は設置されていないが2次改造車は先頭4席のみ設置された。2011年秋には初の E ライナー新車としてエアロエースの738号車が納入され11月6日に渋谷 新宿 E ライナーでデビューした。前述の通りこの車両より補助席が廃止。この車両は38席となっておりコンセントは先頭4席のみ設置。その後2012年夏にエアロエースの772号車が導入され、7月7日に大阪 E ライナーでデビューした。座席は40席である。これ以降の新車は全席コンセント設置となる。現在は 夜行便での運行を考慮して仕切りカーテンが追設されている。2014年夏にはガーラの864号車が導入され、7月26日に横浜ー、e、ライナーの夜行便でデビューした。ー、e、ライナー以外を含めても、エ鉄グループの高速バスとしては、初の椅子ズ車である。座席は38席。また、夜行便での使用を考慮し導者では、 初の運転席と客席の間の仕切りカーテンを設置。この車両より、新車は原則として、前述の仕切りカーテン並びに PCS を採用する。2015年冬には、ガーラの947号車が導入。こちらは40席である。なお、エアロバスの2691号車は、E ウィングからの転用車のため座席配置が異なり、車内に、 荷物置き場がある一方で、トイレやコンセントは設置されていなかったため、E ライナー運行開始当初より、E ライナー専用の予備車として活用されていたが、2014年9月に塗装変更を施し E ウィング E ライナー、両対応の予備車となった。逆に共用予備車として、E ウィング車両である、エアロエースの715号車も改造された。こちらは、E ウィングの無料 Wi-Fi 導入時より、 いいライナー他社に先駆けて、無料 Wi-Fi が搭載されていた。ありがとうございます。